い、皆さんハレルヤはい、こんなに賑やかとは思わなくって、いやはいすげえ賑やかで、普段ね、普段10名いないんですよね、シカウイってね、6人とか、最近6人とかね、7人とか、ちょっとお客さん来ると、あ、10名超えたみたいなとこなので、はい、なんか今日はちょっとドキドキしてますけども、たくさん顔があると、はい、しかもこっち、すごい広いんですよ、なんか180度以上みたいな。はい、だんだん右側とか見えなくなってはい、ということで今日はこのオリーブ教会で、メッセージの奉仕の機会をいただいてありがとうございます。宗教法人のね、総会がありましてね、でわざわざ来るんだったらもったいないなと思って、小淵沢に行かせてくださいみたいにお願いして、なんか押しかけたみたいな感じなんですけども、いやー、小淵沢遠かったですね。何が遠かったかというとですね、法人の総会終わって、そこは坂本先生も一緒の法人に入ってますので、そう、総会終わって、さあ小淵沢に行こうって車乗っけてもらって出発したらですね、マップ見たら高速道が真っ赤っかで、なんか作業のトラブルとかそんな話でしたかね。で、はい、それで本当だったら、ね、2時間ぐらいで着く予定が着いたのはもう、ね、午前様でしたよね。はい、ということで、あ、ね、はい、まあそういうことがあるってことは期待も膨らむぞっていう感じでね、参りました。で、小淵さんはね、ずっと来たかったんですよ。というのは、まあ詳しいことは以前証を語らせていただいたので、そこ見たら分かるんですけど、昔いたんですね、小淵沢にね。小淵沢からよく見える南八ヶ岳の権現岳の権現小屋という、今も同じ小屋建ってるんですけど、本当に古い小屋がありました。そこで小屋番として、ワンシーズン働いたんですね。連休前、まだ雪の残る頃から今時期ですね、初雪が降り始める頃まで、その山小屋で、でその小屋はね、一人で任されてね、ワンシーズンいたんですね。進学校にその頃通ってたんですけど、はい、もう牧師は無理だと思って、ね、先生辞めますって言ったんですね。そしたら校長先生がね、とりあえず休学にしといたらとか言われて、そういう緩いところがある学校だったので、じゃあとりあえず休学にしときますと。でもその頃の親と感動状態だったので、なんかのこのこここで家に帰るとかっこ悪いですよね。かといってお金もないしね、行く場所ないんですよね。で、山小屋だったら住むとこあるし、お金稼げるし、大好きな山だし、やっほーと思ってむっちゃ楽しかったんですけどね。やってること考えたらね、30キロぐらいの荷物でしょって、週に2回は麓まで降りて担ぎ上げるとかね、そんなこと やってましたけど、とっても幸せで楽しかったんです。でも人間ね、楽しすぎるとこれでいいのかって思わされるものでして、はい、何か忘れ物があるんじゃないかって促された思いで、はい、もう一度学校に戻って卒業して、でも都会の教会とかまっぴらごめんだと思ったので、北海道で探してくださいって無理くり先生に頼み込んで北海道に行って、まあ、教団はね、変わりましたというか、辞めて開拓始めたんですけど、もう北海道行って20年になるという、そういう人間です。で、はい、なので小淵沢はなんかいつかもう一度訪れたいというか、訪れなきゃなんて思いがあったので、今日こんな形でこんな形で訪れることがあって、なんかね、もうそれだけでも感動してますね。そしてその小淵沢でね、こうやって皆さんと礼拝を捧げることができるという、もう本当にそのことだけで本当になんか胸いっぱいっていう感じですけど、はい、ここからが私に託された仕事なので
はい、なので、なので、はい、頑張ります。はい、はい、今日のテーマですね、信仰は投資信託、はい、聖書箇所はルカのミナの例えからね、お話していきたいと思います。はい、アウトラインです。はい、はい、まずイントロダクションですね。で、1番目、託された恵み、今日の前半のとこです。で、問われる結果で、最後のまとめと適用です。主に投資しよう、主の報いに預かるために、信仰は投資なんだということをイエス様の例え話から学んでいきたいと思います。ではイントロダクション、まあ、ざっくりね、聖書全体を押さえておきましょう。聖書の世界観には始めがあって終わりがありますね。天地創造、人類が罪を犯して、しかしメシアが現れて十字架の死と復活が成し遂げられた。で、今の時代があるわけですが、イエス様再び戻ってこられて世界は完全に回復されるわけですね、はい、ですから世界の回復、完全な永遠の神の国、それが聖書の示すゴールであるわけですよね。で、今日の例え話はね、こういうところを理解してないと分かんない話なんですね。あと欠かせないのはイスラエルの歩みです。アブラハムから始まってエジプトを出て王国を築いたけれども、神様に逆らって転落してからは大変ですよね、苦しい時代がずっと続いて待ち望んだメシアが現れた。それがイエス・キリストであったわけですけれども、ということですね。メシアの生涯、バプテスマ、荒野の誘惑から始まっていくわけですが、向かう先には十字架があるわけですね。はい、そしてイエス様はね、イスラエルのメシアとして来られました。ですから、イスラエルがイエス様をメシアとして迎え入れるかどうかというのがまずもって問われるわけですが、イスラエルは指導者たちが中心になってイエス様を拒んでしまうわけですね。ナザレのイエスはメシアではない、あの男は悪霊の力で奇跡を行っているに過ぎないんだ、まあ、そこからイスラエルはメシアと離れていってしまうわけです。で、イスラエルの運命はどうなるかというと、エルサレム陥落というね、悲劇が待っているわけですね。そのようなことがあって、イエス様はいよいよ十字架に向かわれていく。で、ミナの例えっていうのはもう、もうこんなことにね、日々時間を費やしております。で、もう十字架間近なんですね。もうこのあとエルサレムに入城になるんです。そういうところで話されたのがこのミナの例えだということですね。はい、でイエス様の、でここに至るまでの直近のイエス様の足取りたどっておきますけど、イエス様はイスラエルから公的に拒絶されます。で、命を狙われるわけですね。ユダヤ議会サンヘドリ、また領主ヘロデからも、ヘロデアンティパスからも命を狙われる。そういう中、イエス様は一時期ね、異邦人の土地巡られるんですよね。そして戻ってきて、ピリポカイザリアの方に行って、ヘルモン山では栄光の姿を表されます。そしてイエス様はイスラエル最大の祭りである杉越の祭りのために都エルサレムに登っていかれる。で、エリコって言ったらもう直前です、ね、そのエリコで改心したのが、あの有名な徴税人のザーカイっていうことですね。ですから本当にもうメシアとしての活動のもうクライマックスに差し掛かっている、ね、そこで語られているっていうことですね。直近の足取りとしては、シリア、フェニキア回ってヘルモン山に行って、ぐっと今度はエルサレムに向かっていく。もうエリコからはね、すぐです。はい、ということですね。で、この世の、この世代のイスラエルの裁きっていうのも確定してしまってるわけですね。で、そういう中で、では希望がどこにあるかっていうことです。ね、もう40年後にローマが陥落する、もう決まっちゃったんです。
ね、イスラエルがメシアを拒んだ時にそれは確定してしまいました。しかしそれでも希望は残っているわけですね。一人一人のユダヤ人にはシュエスを信じて救われる道は残されているわけです。でそこで救われた一人がザーカイですよね。悔い改めてザーカイは救われてイエス様は言われるわけですね。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。だからザーカイのようにもう全てを投げ打ってでもメシアを選ぶこと、それがユダヤ人に残されていた希望であったわけです。ということで本編に入っていきますね。これね、現在のエリコの様子ですね。あのロープウェイがあって、ロープウェイ登っていくと、あの誘惑の山と呼ばれているね、まあ、寺院が建ったりしてますけど、おそらく、まあ、ここからひたすらね、あの荒野の山が続いてるんですけど、まあ、その辺りでイエス様はおそらく40日間過ごされたんだろうっていうことですね。でこの麓がエリコの、まあ、昔からのオアシスであるわけですね。そこにあのエリコの城壁の遺跡っていうのもありますね。はい、まあ、ここでだからザーカイはね悔い改めたわけですね。でここでミナの例えも話されたということですね。でこういうところにお金をかけております。はい、あの今日はちょっといつも以上に奮発してはい、じゃあ入っていきますね。19章11節、人々がこれらの言葉に耳を傾けていた時、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イスラエルがメシアを拒んでいく、イエス様の教え方変わりましたよね。例え話がメインになった。で例え話っていうのは分かったようで分かんないわけです。それだけ聞いてもちんぷんかんぷんなわけですね。で例え話の肝心の説明は弟子たちだけにイエス様話されていくわけですね。イエス様エリコまで来られていますね。エリコからエルサレム 30キロっていうと、まあ、当時の人健脚ですからね、1日の距離ですね、もうね。はい、でもねエリコエルサレムって高低差があるんですね。エリコのあたりって海抜マイナス400メートルとかですよね、まあ、世界で一番低いところですよね。でエルサレムがね標高600メートルぐらいなので、あだからそう高低差1000キロあるんですよ。あ、1000キロあったら大変だ1000キロあったら人工衛星ですね高低差1000メートルって言ったら結構ですよね。あの山登る人だったら分かると思いますけど、1000メートル登るって言ったらもう大変ですね。だから健脚の人でもね、最後の一息エリコからエルサレムって言ったらなかなか大変だったろうなと思います。で人々のね期待は一方で高まってたわけですね。弟子たちね、もう神の国が現れる、イエス様もエルサレムに登ったら王になるんだと思っていたわけですが、彼らは誤解していた。まあ、現実にはもうメシアは拒まれてしまって、神の国の出現は遥かな将来のことになってしまっていたわけです。はい、で12節、イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。身分の高い人、まあ、当時の人が思い出すのは、当時のねイスラエルの王様のことでしょうね。ローマに支配されていますから、イスラエルの王になるためにはローマのね認定を、皇帝の許可を得なきゃいけないわけですよね。まあ、ヘロデ大王もローマに登って王位に即位したわけです。でここでは身分の高い人というのはメシアを指しているわけですね。メシアなるイエス様は復活した後天に登られましたけれども、王の王として戻ってこられます。でこの例えが教えているのは、今のこの教会時代の私たち信者の心構え、信仰生活についてである
ということです。13節、彼はしもべを10人呼んで彼らに十味なを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。でしもべたちに預けたお金、100デナリオンということなんですけど、デナリオンというのは1日働くと1デナリオン、まあ、1万円ぐらいって考えたらいいですかね。それの100デナリオン分が、まあ、1ミナか、1人1ミナずつですよねということですね。で、私が帰ってくるまで、これメシアでいうとメシアが再臨されるまで、裁き主、王の王として帰ってこられるまでということになりますね。で、商売をしなさいというのは別にクリスチャンはカフェ開きなさいって言ってるわけじゃないんですよね。うちこの間カフェ開いたんですけど。はいはい。で、この商売をしなさいって言葉ね、新約聖書の中でここしか出てこないんですね。なんか、プラグマテオマイっていう言葉なんですけど、まあ、それを商売しなさいって言うんですけど、なんか商売っていうとね、それこそカフェやんなきゃみたいになっちゃうと思うんですが、リビングバイブル見たらね、授業をしなさいって書いてあって、あ、その方がピンときますよね。授業をしなさい、まあ、そういうことですよね。で、要するにしもべに託されたのは主人の資産運用を託されたっていうことですね。で、ちょっとね、今の時代の資産運用ってどんどん大変になってますよね。ただ当時っていうのは資産家ってとっても少数ですから、今みたいにね、お金増やすっていうのはそんなに難しいことではなかったみたいですね。そんなの市場も限られてたし、こんな今みたいにね、競争激しくなかったっていうことですよね。え、いいなって元手があったらねそう、そこでだから参入の壁があるわけですよお金がある人しかそこにはいられないので、そういう市場を守られているわけですけどね。14節、一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。こんなエピソードが挟まれてますね。これは何を指しているかっていうと、まさしくイエス様を拒んだ、メシアではないと拒んだイスラエルの指導者たち、それに組みする者たちっていうことですね。まあ、例えの意味整理しておきましょう。王になる身分の高い人、これはメシアです。そして遠い国っていうのは天の国ですね。で、しもべっていうのは私たちクリスチャンってことになりますね。で、もう一人登場人物がいて、これがタラントンの例えとの違いですけどね、王になることを憎む人々っていうのがいて、この人たちはイスラエルの指導者たちである。それを適用するとメシアを拒む全ての人たちということになりますね。はい、ということで後半のとこに入っていきますね。これ説明文間違えてますね。これテルじゃなかった。これはエリコからエルサレムの方に行く荒野の道ですね。はい、今はね、立派な道路がありますよね。イエス様の時代はこんな道歩いて行かれたんですかね。なかなか険しい道だったのかなという気がしますね。はい、では後半入ります。問われる結果、15節、さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。メシアが帰ってくる、ね、メシアは王として再臨されます。で、その前に世の終わりの裁き、大患難時代が来るわけですね。で、大患難時代っていうのは一義的にはイスラエルに対する最終的な裁きですね。で、その大患難時代のただ中で主を信じる誠のイスラエルが残されて、3分の1しか残らないわけですが、その残された3分の1のイスラエル、ユダヤ人が民族的に改心して、
救われるわけです。そして彼らが主を呼び求める声に応えるようにイエス様は帰ってこられるわけですね。16節、最初のしもべが進み出ていった。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった。よいしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものに なりなさい。一人目のしもべは預かった十ミナを十倍にした。素晴らしいですね。資産を10倍にするったらね、相当才のあった人でしょうかね。100万円が1000万円になった。あ、いいですね。頑張れば家も建つかなみたいな。はい、ね、そうですね、はい。ちっちゃな家、ちっちゃな家建つかな。どうだ、はい。はい、あ、はい。私ね、カフェ。と土地、カフェにした建物と土地を120万円で買いました。はい、田舎の訳あり物件でした。ただし訳ありなので回収にはそれなりにかかりました。はい、で10の町を支配するものになりなさい。すごいですよね。1000万円で町買えないですよね。家もちょっと建たないですよね。だけどそのためになんと10の町を任される。これが神様の恵みであるわけですよね。で当時の人が十の町って聞いたらおそらく思い起こしたのはデカポリスっていうね。そう、デカポリスって十の町って意味なんですけど、これ聖地旅行だとね、そこ行ったりしますね。ベテシャンっていう、これデカポリス、十のこういうローマ風の町が当時ありまして、ガリレアとその周辺にね、その一つがベテシャンで、まあ、遺跡だけ見てもね、なんかすごい素敵なローマ風の町があったって分かりますよね。だから王が与えたのはもうはるかに大きな報酬であったわけですね。もう比べ物にならない報酬を与えられたわけですね。ちょっとベテシャンの遺跡見てみましょうかね。手前に丘があってね、まあ、ここに当時は偶像の祭壇の神殿がね建ってたと思いますけど、でローマ風の街がずっとあって、そうなんです、メインストリートがあって、すごいですよね。でこれが10個あったっていう、すごいですよね。でここにローマ風の劇場もあります。すごいですよね。これ10個あったらわお、すごいですね。はい、で2人目のしもべ、そうですね、温泉出るとこありますよね、ガリラ湖の周辺でね、はい、じゃあ読みますね。18節、2番目のしもべが来ていった。ご主人様、あなた様の1ミナで5ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も5つの町を治めなさい。5つでもすごいですね。はい、それだけの報酬が与えられたってことです。ではさてというところですね。20節、おっそりって感じ。また別のしもべが来ていった。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。なかなかねよくできた写真ですよね。私がよく使わせてもらうフリー の聖書素材のサイトがあるんですけどね、そこから持ってきました。でこの例えは、タラントンの例えのとこなんですけどね、同じような感じでしょうね。はい、ね、で彼が言ってる言葉、ね、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方、これが彼の神様に対するイメージですね。イメージって大事ですよね。どうですか、皆さんはどんなイメージで神様を、ね、抱かれているでしょうか。でそこに私たち自身の信仰が反映されるわけですよね。神様はもうまかなかったものまで取り上げられる恐ろしい方だっていうのは、つまり
このしもべがどんだけ不信仰に陥ってたかってことですよね。だからもう怖いわけですよね。もう不信仰な自分を反映してそういう恐ろしい神様の姿が出来上がっているということですね。22節、主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。で、主人も言われますよね。お前の言葉によってお前を裁こうと言われるわけですね。ね、だから分かっていたというのか、ね、まあ、そういうふうに理解してしまっていたわけですね。で、先ほども言ったように神様は厳しくて非情な方だっていうのもしもべの勝手な印象ですね。不信仰に陥ってたのでそうなってしまったわけです。ですから愛の神様を味わおうと思うなら、恵みの神様を味わおうと思うなら、私たちの信仰が問われるわけですね。神様を信頼して神様に委ねて歩む者だけが神様の恵みを真実に味わい知ることができます。23節、それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきた時それを利息と一緒に受け取れたのに。銀行が当時あったんでしょうか。当時は銀行はないと思われますが、まあ、高利貸しっていうのはねあったようですね。まあ、ちょっと資産に余裕のある人がお金を貸すっていうことはあったようです。で、まあ、資産家はね当時少数だったわけですから、ね、もうこの参入の障壁がとんでもなく高かったのでね、お金がある人はどんどんお金が入るっていうことだったわけです。だから一定の財産を与えられたら増やすのは難しくはなかったはずなんですね。当時の金利ですけど、ちょっと調べてみたら通常でも年 4% から 12% ね、ね、これでももう引っかかりますよね。で、高利だとね 24% から 48% とかすごい恐ろしいですね。もうだから貸すだけでももう勝手に増えていくっていう世界ですね。はい、ですから、まあ、あとは自分で才能がなかったらね、あの資産運用をそういう人に委ねればよかったわけですよね。だから、まあ、この例え話の重要なポイントですけど、神様の前にこれ言い逃れる余地はもう全くないということですね。24節、そしてそばに立っていた者たちに言った。この1ミナをこの者から取り上げて10ミナ持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っていますと言った。しょぼーんとしてね、これ取り上げられるっていうその場面ですかね。はい、はい、26節、彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。ここに救われた者に神の国で与えられる報酬の原則が語られています。どういうことかというと、神様の目にかなう奉仕をした者はその働きに応じた報酬っていうのは、もうとんでもない報酬なんですけどね、それが与えられるけれども、一方でその奉仕が神様の目にかなわないものであったならば、最悪何にもないよっていうことですね。ですから報酬は失われることがあるっていうことですね。じゃあ救いはどうかっていうと、救いは失われることはありませんね。一度福音を信じたら救いは失われることはない。しかし報酬は失われることがあるということです。だから神の国にはホームレスがいるんですよ。それでも喜んでると思いますよ。ああ、こんな私も入れてくださってありがとうございますとか言って喜んでると思うんですけどね。27節、
またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。もう一つ加えられているのが、タラントンの例えにはないことですね。メシアを拒んだ者、この例えが示しているのはイスラエルの指導者たちですね。彼らはエルサレム陥落というその裁きに、合わされることとなります。まあ、これを今適用するとすれば、イエス様を信じない不信仰なユダヤ人、不信仰な異邦人は最終的に神の裁きに遭うということです。再臨の王イエスは信仰者に報酬を与えられる一方で、不信仰者には永遠の裁きを下されます。はい、これもね、エリコからイスラエルに向かう途中ですね、まあ、こういう荒野がずっと、ね、荒野の荒山が続いていって、もうこの向こうにね、もうエルサレムですね。だからエルサレムの都っていうのは、オリーブ山から東側っていうのこんな感じです。でオリーブ山の上から見ると、だから東側はもう荒野が広がってて、西側は旧市街があってっていう感じなんですね。本当にオリーブ山って境目なんですね。はい、では最後のまとめと適用です。主に投資しよう、主の報いに預かるために。皆の例えまとめておきますね。まず王として帰還する主人、これは再臨の王なるキリストでした。しもべたち、これが福音を信じたクリスチャンです。まず、ですからクリスチャンは地上での働きに応じて御国の報酬が決まるということですね。でそれをキリストの御座の裁きと言います。結局の後、信じる者がイエス様のもとに挙げられて、その後にこのキリストの御座の裁きでそれぞれの報酬が言い渡されるわけですね。十味な儲けたしもべっていうのはもう超忠実なクリスチャンであったわけです。ごみなを儲けたしもべも忠実なクリスチャンであった。しかし儲けなかったしもべ、何もしなかった、まあ、非常に不誠実なクリスチャンと言えます。そしてドキドキしますよね。王を拒んだ民というのがメシアを信じなかった人々である。彼らは千年王国、千年の後にキリストの白い御座の裁きを経て永遠の滅びに至ることになります。皆の例えはですから終末論とね、非常に強く結びついているわけですね。ちょっと整理しておきます。教会時代は聖霊降臨から始まりましたね。そして今私たち教会時代にいるんですけど、次何が起こるかっていうと、ある日突然そう景挙が起こるわけですね。イエス様が空中まで来られて、すでにパラダイスに召された者たちと、そしてイエスを信じる全ての人がイエス様のもとに挙げられる。でそこでもうこの報酬がね、与えられるわけですよね。じゃあ残された人々はどうなるかっていうと、ね、あれということで、あ、ちょっと早く行き過ぎた、あれということで、最後の裁きの大患難時代、7年間の大患難時代に突入していくわけですね。ですからよくこういうふうに話すんですけど、大患難時代っていうのは大リフォームって考えたら分かりやすいかなと思うんですね。メシアなるイエス様がこの世界を、罪で壊れた世界を大リフォームされるわけですね。じゃあリフォームする前にどうするかっていうと、ね、壊さなきゃいけないんですけど、そこに住んでる人がいた場合は、ね、引っ越さなきゃいけないですよね。そこに残ったままいたら、ね、前の古い小屋で礼拝を しているままにね、立て直しが始まっちゃったら偉いことですよね。ですから引っ越さなきゃいけない。だから引っ越しって考えたら、景挙ってよく分かりますよね。一時的に引っ越しをさせてくださってる。ところが残っちゃう人がいるわけですね。
地上に残された人々はこの世界の大リフォームに巻き込まれていくことになるわけですよね。そしてこの大患難時代に、しかしこの時代にも信じる人たちが起きますね。そしてイスラエルが民族的な改心に至ってイエス様が再臨されるわけです。イエス様は信じなかった者たちをシェオール、ね、黄泉に落とされます。そして主のもとに挙げられた者たち、また大患難時代を信じて生き延びた者たち、途中で死んでね、信じて信じて挙げられる者たちもいます。信じた者たちはイエス様が再建された世界、千年王国に招かれるわけですね。ミナの例えはこういった事柄を、まあ、例えで説明されているわけですね。すごいですよね、イエス様ね。キリストの御座の裁き、報酬の原則、これをね、コリントの手紙でパウロが書いてますね。3章11節から15節をお読みします。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。今日のね、ミナの例えと重なる事柄が記されています。土台はイエス・キリスト。まあ、福音を信じて救われているってことが前提にありますね。その上で報酬が変わってくる。金銀宝石っていうのは神様の御心にかなった働き、それは神の国に積まれて報酬になるわけです。一方、木、草、藁、これは火で焼けてしまう、残らない。神様にかなう働きをしていなかったら何にも残らないよということですね。では神の国の報酬とは何なのか、これがミナの例えにありましたよね。町を治めさせようですからね。それは千年王国で統治を任されるわけですよ。あなたはここを治めなさい、ね、あなたはこれだけ治めなさいっていうことが私たちの報酬になるっていうことですね。まあ、すごいことですね。じゃあ一方、火の中をくぐるようにって、要するに火事で焼け出された状態ですよね。もう身一つでもう焼け出されて何にも残らなくって、なんとかもう神の国に滑り込みセーフって感じですよね。入るのはね、ちゃんと入れるんですけど、まあ、神の国でのホームレスってことですね。はい、救いは等しいですね。信じて永遠の命約束されています。それは等しい。しかし神の国における報酬には差がある。そのことをイエス様ははっきり語られています。あとね、今日のところで語られてない部分あるんですよね。10人のうちの3人しか出てこないですよね。あとの7人はどうだったんでしょうか。で、10人のしもべに1ミナずつ渡したんですよね。で、1人目は1ミナを10ミナに、ね、2人目は1ミナを5ミナに、でもう一人出てきて1ミナのままだった。あとの7人はどうなったんでしょうか。ねえ、失踪。わお、持ち逃げ。まあだから、まあ、書く必要なかったってことは、要するにあの以下同文ってことですよね。ねえ、要するに1ミナのまんまだったってこと、もう書く必要ないですよね、そしたらね。はい、もう語る必要もないっていう。そう考えるとね、ちょっとね、ドキッとしますよね。しません？だってそう 20% なんですよね。でイエス様、他のところでもね、重なること語られていて、
まかれた土地、ね、種をまかれた土地の例え、ね、種まきの例えって言われますけど、またい他ありますね。御言葉を、まあ、種って御言葉ですよね。御言葉を受け入れたってことはもう信じたっていうことですけど、3種類信者にはあるってことですよね。まず一つが岩地でした。浅い土の浅いところ、もうすぐに根が枯れてしまうっていうのはもう信じておしまい、私のためにイエス様死んで十字架でかけられて葬られて復活しました、信じます、やったーっておしまいそのまんまという人ね。でそういう人ってもう成長もしないから、本当に信じてんのっていう感じになりますよね。未信者との区別もつかないっていうなことになりますよ ね、まあ、ね、信じたなら救われているわけですが。で2番目が茨の地、世の煩い富の誘惑で成長が止まってしまった、実を結ばない人ですね。途中でも止まってしまった人です。そして3番目の人が良い地、この人たちはもうしっかりイエス様の弟子になって弟子の使命を果たしていって実を結んだ人で、御言葉の種をまいたら御言葉の実ですよね、なるのはね。だから良い地って、良い地っていうのは福音を伝える人と言えると思います。で人数の割合どうなのかっていう話なんですよね。ね、だから一番多いのはやっぱり岩地ですよね。でその次が茨の地で、良い地っていうのはどれだけいるのかっていうと、ミナの例えで言うと 20% ですよ。厳しい厳しいですね。だから良い地、ね、5ミナ10ミナの人ですよね。それ以外はだから茨も実ってないですからね。茨も含めて岩地もその他ですよね。その他8人っていうことになりますよね。まあでもそれが現実なんだろうなと思います。問われますね。捧げるのか捧げないのか。で福音を信じたすべての人に神様の恵みは託されていますね。そうアーメンですね持ってない人持ってない人はまだ信じてない人ってことですよね。福音を信じたその人は清められて新しく生まれ変わって永遠の命が与えられて、その人のうちには聖霊が住まわれているわけです。で一ミナっていうのはだから全ての人に共通してこれ与えられているものですね。福音を信じた全ての人のうちにあって、そしてだから誰もが捧げられるものを持っているっていうことですね。そうですよね。そしてクリスチャンの祭壇の特権は何かっていうと、私自身を主に捧げることができる、これが最大の特権ですよね。旧約の時代にはやりたくてもできなかったんですよね。だから代わりに羊やヤギや牛を捧げるしかなかったわけですが、主が福音を信じた私を傷もシミもないものとしてくださっているので、私自身を神様に捧げることができて、神様が喜んで受け取ってくださるっていうのがこの新約の時代の最大の恵みです。私は完全に主のものにされた、もうされたんですね。そしたら問われるのは、神様の恵みによってある今この身を神様に捧げるのか捧げないのか、どちらか2つです。ミナの例えばクリアですよね。5ミナ10ミナになった人か何もない人か、どちらかしかないということを突きつけられます。選択は2つに1つ、捧げるのか捧げないのかということです。じゃあ見ていった時にね、これを押さえていく必要がありますよね。で必ずしも願うようにはならないわけですよね。で預言者というのは大変ですよね。多くの預言者は迫害を受けて殺された人もたくさんいます。人たちはすごい場面に立ち会うこともありました。
まあ、特に教会生まれて間もない頃のエルサレムでね、1日に3000人5000人救われるってこともありましたけれども、一方で使徒の働き読んでるとね、もう大した成果もなくって一つの町を去る、追い出されるってこともたびたびだったことが分かります。ただそんな苦難の中でも道は開かれて次に向かわされていったわけですね。一つ教えられるのは、神様に捧げて歩むならば神様の働きのための必要は必ず満たされるってことですね。それが自分の望むものと一緒かどうかは限りませんけども、神様の働きに必要なものは与えられるわけですね。だからこうしてオリーブ教会にこんな素敵な街道が建ったっていうのは、神様が必要としてくださっていたものだからということですよね。神様がミッとされることと世の価値観は全く違うわけですね。真実の宝はこの世においてではなくて天に積まれていくものなんだ、見えないものなんだということはまず覚えておく必要があります。信仰とは投資信託だというのがね、今日のタイトルであり結論です。信仰とは投資である。神様に与えられた恵みを神様に託して投資すること、ここですよね。私たちが頑張って何とかしようとするんじゃないですよね。神様に託すわけですよ。神様に与えられたものをね、神様に託す、そのことが求められています。信仰とは投資です。神様の働きのために与えられた労力、資金、時間を捧げること、ね、私は生まれ変わって神様から命をいただいて、私の生涯は全て神様のものであるわけですから、その恵みを捧げていく、そのことが求められています。私自身もこの歩みを振り返ってきて、そのことを本当にね、身をもって味わわされてきたなと思います。山小屋から戻って牧師を始めたわけですけれども、ずっとねリベラルのただ中にいましたから、本当にね、信じてんだか信じてないんだか、信じてなかったなと思うんですけどね、神様に信頼することもなく、だからまあ一つの一世の中の職業に過ぎない牧師でしたね、うん、しかしそんな私にも神様憐れんでくださって、働きかけてくださって、真実に主を知るということを教えてくださったわけですね。メッセージステーションに出会って中川先生のメッセージを聞いて、もうね、失業だと思いましたけどねこんなメッセージがただで聞ける時代にもう俺はダメだもう必死でそこからもう学んでいったんですけどね、何より本当に信仰っていうのは福音を信じると、そこに立っていなかった私は救われてなかったんだっていうね、そこから必死でかじりついていって、聖書フォーラムの一つとしてスタートすることができて、まあでもね、従来の教団からはもう縁切られちゃいましたからね。そんなイエス・キリストしか救いがないなんて言ってるような人は出ていけみたいないや、そんなこと本当に言われたんですよ教会の中でね。でも何もない中で始めていく中で、でもちゃんと神様が場所を与えてくださって、街道も与えてくださって、子供たち送迎する車も与えてくださって、そして、障害を持った子供たちが集まってるんですけど、その子供たちの生活の場、集う場、そして将来的な働き場として、カフェ、ギャラリー、ね、そういう場所も与えてくださって今に至っています。だからそういうことなんだなっていうね、神様に託していくときに必要が満たされていくんだっていうことをね、本当に身をもって味わわされてきました。それは小淵沢の皆さんもそうだと思うんですね。こうして本当に素敵な街道ですけど、与えられたのは捧げてこられたからですよね。与えられたものをでも
そのまま握りしめるんではなくて、次に神様が示されたところに託されたわけですよね。土地を与えられて、まあ、ボロくてちっちゃいけど小屋があって、それで満足って方法もあったけど、そうはされなかったわけですよね。そこから促されて、ねえ、借金もこさえられて、こうやってでもたくさんの方がね、それに応えられて、この素敵な街道が建てられたわけですね。昨日の一品もね、あの子供たちのライブ配信も本当にそうだったと思うんですね。昨日はね、あの何よりあの今日もこちらにいらっしゃいますけど、ムツクラファミリーのね、あの助けがすごく大きかったなと思ってですね、千葉鎌ヶ谷聖書フォーラムのムツクラファミリーがね、まずあの夏に鹿追で子どもたちのキャンプをするときに来てくださって、本当に素晴らしいキャンプになりましたね。鹿追十勝にいる子どもたちと千葉から来たね子どもたちが出会って、すごいあの化学反応のように本当に数日間で、あ、こんなに人は成長するんだ、変えられるんだっていうのを本当に実感させられましたね。あ、これが兄弟姉妹の交わりってことなんだっていうね、昨日もそれを感じましたね。で、そうやって北海道に行ったね、ムツクラファミリーが昨日も朝4時でしょしかもあのムツクラ長老曰く、私の家族はみんな朝起きるの苦手ですね、それが朝4時に起きて来られたわけですよね。ただやっぱりすごくその、素敵にあの当日来た、ね、この小渕沢の子供たちのこともリードしてくれて、で、こ、ね、小渕沢の子供たちもすごかったですよね。あのこれまでね、あ、証しなんかしたことないから無理ですとかね、本人も無理無理みたいな感じだったのに、立派に証しされてね、してね、お祈りもしてクッキングまでやっちゃってまあ、あのまだ見てない人ぜひ見てくださいクッキングの場面むっちゃ盛り上がってましたよねあのあれぶっつけ本番ですからね、ほとんどねちょっとあの歌う曲練習しただけでね、振り付けもほとんどあのこんな感じみたいなはい、もう本番みたいなね、ほとんどぶっつけ本番であれですからね、あの聖霊様働かれるっていうのはまさにそういうことでね、あのそういうふうにあの神様が働かれるわけですね。やっぱりそこには、ね、千葉からわざわざ4時間かなかけて来られたムツクラファミリーの存在大きかったと思いますし、なんかね玉突きみたいにね、一つ疲れたらコン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 って響いていく、それがあの私たちの働きだと思うんですよね。だから小吉沢からね、またコーンと行くことを、ね、期待していますけども、はい。で、捧げるっていう時にね、いやどうしていいか分かんないっていう人いますけど、分かんないわけないですね絶対分かってますクリスチャンなら自分がやらないことをやらなきゃいけないことを分かってないはずがないです。わざわざ祈るまでもない本当ですよだってそれが聖霊が内住されてるってことですよ、ですよね。分かってますよ、本当に分かってるからね、あのちょっと祈って考えさせてくださいって言うんですよでしょそうなんですよ。だって自分の、ね、弱いとことか、ね、手放さなきゃいけないことって分かってますよね。だからそれをやればいいだけなんですね。あの分かってます、ね、分かってない人は問われますよ。本当に分かってないんだったら本当に信じてるのかってことになりますから、信じたのであれば聖霊が教えてくださってるので分かってます、何分かってるはずです。ちょっとね、分からないようにしてるだけですよ見ないふりしてるだけ、ちょっと祈らせてくださいとか言ってね福音派のクリスチャンの悪い癖だと思いますよ。あのすいません、あの祈ってから決めますとかねでしばらく経ってね、あのどうなったんですか、あちょっとまだ祈ってるのでみたいなあれどうなってたんですかって言ったら、あちょっと祈っててみたいなねえ、だってペテロたちどうですか、ねね、
魚を取る漁師にしてあげよう、すみませんちょっと言わせてください。そうじゃないですよね、もう即答してますよね。生徒たちはみんな即答してます。やらなきゃいけないことは分かってる。あなたがだから惜しんでいるものを手放しましょう、ね、躊躇のあるところに踏み出しますよ。だからね、平安があるかどうかもどうかなと思いますよ。ね、ちょっと平安がありませんので、え、やらないんですか、平安がありませんので。平安っていうのはね、安心だって思えたから進めるんですか。アブラハムはそうだったんですか。そんなわけないじゃないですか。何言ってんですか。だからそうでしょ、平安っていうのは踏み出した結果として与えられるわけでしょ。決意したから平安来るわけでしょ。やりますって決めたから平安が来て、あ、正しかったって分かるんですよ。踏み出してないのに平安なんか与えられるわけないじゃないですか。ここはね、誤解しちゃダメですよ。そうでしょ。だからドキドキしますよね、新しいこと始めるとき。ねえ、新しい回答立てなきゃいけないとかね。もう絶対ドキドキしますよ、もう落ち着かないですよ。でも踏み出したら、ね、そこから平安って与えられていくんですよね。だから踏み出しましょう。平安は決断の結果です。平安というのは信仰の投資を決意した、それに対する報いとして与えられるものです。あとね、あなたの集う群れがあなたの信仰を保証してくれるわけではないってことも覚えておきましょうね。この教会はこんな素晴らしいことが起こってる、ね、私の集ってる教会はこんなに素晴らしい、この群れはこんなに素晴らしい、でもそれとあなたの信仰とも全く別のことですよね。あなたはあなたに示されたことをやらなきゃいけないわけです。そして私たちは何のために集うかっていうと、散らされるためですよね。ここに集った力を与えられた、でここから再びそれぞれに派遣されていきます、ね、イエス様は言って、すべての人を私の弟子としなさいと命じられました。今は行く時代です。散らされていく時代です。集まって礼拝捧げて力を与えられたら、ここから再びそれぞれの場所に使わされていきましょう。躊躇のあるところに踏み出しましょう。私たちが主の前に置かれた時に残っていること、それはあなたが主にどう答え、どれだけ主に委ねて歩んだか、それだけです。天にこそ宝を積みましょう。私はあなたは主に完全にあがなわれて永遠に主の所有とされました。その私自身を主に捧げましょう。このちっぽけな自分を主に捧げるなら、計り知れない恵みをもって主は返してくださいます。よくやった、忠実な良いしもべよ。主が報いてくださいます。最後にお祈りをしたいと思います。いつもの鹿追いのやり方なんですけど、お祈りの文章をね、私が読みますので、まず、あ、私もそう思います、アーメンと同意される方はその後ご一緒にお祈りください。この中に福音の3要素入っていますので、このことを信じて告白したらその瞬間に救われるという形にもなっていますね。はい、私はまだ踏み込む気ないのでいいですっていう人はスルーしてください。まずお読みしますね。天のお父様、私はあなたに背き罪を重ねてきました。日々犯してしまう罪をも告白します。この罪を許してください。私は神の御子イエス・キリストが私の罪をあがなうために十字架で死に、墓に葬られ、3日目に復活したことを信じます。私の罪は完全に許され、私は永遠に主の所有とされました。主のものとされたこの身を主のためにお捧げします。よくやった忠実なしもべよと、あなたの報いに預かりたいです。
新しく生まれ変わったこの命を主のために歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では同意してくださる方ご一緒にお祈りしましょう。はい。天のお父様、私はあなたに背き罪を重ねてきました。日々犯してしまう罪をも告白します。この罪を許してください。私は神の御子イエス・キリストが私の罪をあがなうために十字架で死に墓に葬られ三日目に復活したことを信じます。私の罪は完全に許され、私は永遠に主の所有とされました。主のものとされたこの身を主のためにお捧げします。よくやった忠実なしもべよと、あなたの報いに預かりたいです。新しく生まれ変わったこの命を主のために歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとうございます。小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。